こう。意外とボールを下から打つよりボールを上からまっすぐ打った方が、そのネットがあるスポーツだから、そのネットしなくなるっていう、そのネットより高いところでやっぱボールを打つのってすごい大事で、まあ、今回このような、機会をいただいたのは、まあ僕が実際に、大学時代、4年間指導者がいない状態でプレーしていたんですけど、まあそういった指導者がいないっていう、皆さんに、まあ、少しでも、まあ、僕の知識とか、まあ、指導者がいるとやっぱりプレーの質も上がるっていうのはプロの生活で分かったので、まあ、僕の知識を、まあ、魅力ながら提供してあげれればなと思っています。またオンラインサロンでも、まあ、イベントとか、ズームミーティングとかもあるんで、まあ、興味のある方はぜひ、ご連絡ください。待ってます。今日グループレッスンに来ていただいたのは、東京大学庭球部の方々です。僕もバックハンドが少し苦手で、バックハンドでも攻めれるようにしていきたいなと思っています。まあ、僕バックハンド、あの YouTube 見ていただいた方は分かると思うんですけど、一番得意なんで、まあ僕の知識を、まあ皆さんに、東大テニス部の方々に、まあ教えてあげれたらなと思います。はい、ではまずはバックハンドからやっていきましょうか。よろしくお願いします。お願いします。はい。一つとしてはそのボールを意識してるかわかんないんだけど、なんかそのボールをなんか下から打とうっていうすごい意識がすごい感じられて、まあ、その理由が多分回転をかけてミスを減らしたいっていうその発想から来てるとは思うんだけど、多分なんだけど、意外とボールを下から打つよりボールを上からまっすぐ打った方が、そのネットがあるスポーツだから、そのネットしなくなるっていう、そのネットより高いところでやっぱボールを打つのってすごい大事で、なるべくそのボールが低いところ来てもこの中でもなるべく高いところで打つように自分から前に入るっていうのは、まあ、一つ大事で、まあ、それをどうすればいいかって考えた時にちょっとテイクバックしてほしいんだけど、今こっからスイングするときにちょっとこう下からこう、はい、こうスイングする癖が、まあ、ちょっとあるんだけど、なるべくそのテイクバックこうしたところからなるべくこう平行して打つで、回転もすごいこっから、まあ、今こう下からこうかけるから、そのちょっと食い込んだ時とかに真ん中行っちゃうし、そのあんまボールが飛んできてない時はそのこう先走って行き過ぎてちょっとクロス行き過ぎちゃうとか、結構バラバラだから、なるべくその打点は一定にする。でその打点一定にする位置が、まあ、結構このまあオーソドックスなやつなんだけど、まあ、今 ここら辺でまあ打ったとして、思いっきり力入れてもらうとこう押し込めちゃうんだけど、はい、ここら辺ここでそのちゃんとその腕をちょっと曲がったとこ、そこぐらいで押してもらうとこう押し負けないっていうのが、まあ一つ、なるべくここで全部ここで打つために、その足もその結構その一回でこう止めちゃうんだよね、じゃなくてそのボールによって結構ダランダランしてプレーして、なるべくそのボールが相手のネットを越えたところからこう軸足、このこっちの軸足で、そうそうそう、はい、ボールに対してセッティングして距離感掴んで前に入るっていうのがすごい一番大事。結構その
全部が結構足も上半身もスイングも全部バラバラだから、まあ、一つ一つ、まあ、丁寧にもう一回言うと、まあ、相手からボール飛んできた時に軸足一番最初にセットするね。でこの軸足がちょっとでもボールとずれるとこっから上体でこう打たないといけないから、なるべくボールに対してその軸足をちゃんと決める、それが一つで、二つ目がなるべく低い下から打つんじゃなくて、なるべくその平行にしてね、まあ、高いところで打つっていうのがもう一つで、最後は、打点、まあ、結構バラバラだからなるべくそのさっき言ったここっていうのが、まあ、一番打ちやすいから、まあ、ここで打った方がいい。でこの3つをとりあえず意識してみてやってみました。それもその地面に対して垂直に体がちゃんとなるように、そう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 、問題です。なるべくそのしっかりスイングするためには、まあ、今テイクバックしてもらって、で、まあ、インパクトで今こっからそのスイングがこうちょっとちっちゃくなるんだよ、ね、じゃなくてなるべくその腕こう押しボールをちゃんと押し切ってから体に巻きつける。そうで今ボールが当たってからこうやって打つからちょっとカシュっていうボールがね真ん中行ったりしちゃうんだけど、なるべくこうボールを全部のし切って終わってから腕回す。打ち終わったら結構手が離れてこうやってスイングしてる写真とか結構よく撮ってもらうんだけど、そうやってもうボールのし切ってのし切ってものし切り終わってから手離す場所が人よりも打点が前だから左手が離れちゃう。別にそこまでしなくていいから、なるべくそののし切ってから体回した方がボールしっかり乗るから、ちょっと今当たってからこうねこうちっちゃくなってる、はい、なるべくのし切った方が。分かりました。Thank you.
まあ、ちょっと今回いろんなことを言ってしまったんですけど、まあ、やっぱシンプルに、まあ、高いところにラケットセットして、で、まあ、前、まあ、今結構近かったから、まあ、なるべく前に出すっていうのは、まあ、まあ、最終的には、まあ、伝わってくれたかなと、まあ、思います。どうですか。そうですね、すごい、いやもう最初と全然違ういい球がいて、まあ、自分のダメなところがすごいはっきりと分かったんで、だからこのまま改善してやっていこうと思います。ありがとうございます。はい、いやもう良かったです。あの言ってやってもらって、でそれが実感してもらえるっていうのが、まあ、一番僕としても本当にありがたいことなので、まあ、引き続きバックハンドも、まあ、全部ショット含めて、まあ、突き詰めてやってください。ありがとうございます。